神奈川県教育庁の桐谷でございます。本日国から通知がありました。新型コロナウイルス感染防止対策の一環としての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の休校という措置に対しまして、私ども神奈川県教育委員会としまして、県内の全県立高校、中等教育学校、そして特別支援学校を来週から春休みまでの間休校とすることに決定をし、公表をさせていただきました。新型コロナウイルスの蔓延防止についてはここ1週間、2週間が大変大切な時期です。私ども県教育委員会では、子どもたちの安全安心を守るということを第一に考え、今回の休校という対応を取りました。保護者の皆様方、そして県民の皆様方のご理解をよろしくお願いをいたします。そして児童生徒の皆さん、私ども教育委員会は皆さん方の安全で安心な学校生活、そして健康を守ることが一番の役割でございます。皆さん方にとりまして、学校生活やあるいは部活動、学校行事などについて様々な思いがあろうかと思います。そうした思いを休校ということで実現できないということについては大変申し訳なく思っています。ただ私どもは皆さん方の健康が第一です。そしてこの令和2年の3月という時期は皆さん方にとって一生に一度です。一瞬一瞬を大切にして、こうした中にあっても次の飛躍を目指して頑張ってください。皆さん方の健康で安全な生活を本当に心から願っています。